皆さんおはようございます。おはようございます。この番組は朝に帰る映画祭という企画をやっています。水野清と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何ゴジラ知ってる人？自分で考えた怪獣をお絵描きしてもらおうと思います。で今日は皆さんに考えていただきたいのは、熱海の、名産物、あとお花、そして建物ですね。その組み合わせでかっこいい、かっこいいよくて面白い怪獣を考えてもらおうと思います。で熱海のね、みんな何か知ってる人？はい、何でしょうか？魚、はい、魚、どうぞ。海、そうね、はい、はい、どうぞ。そう、みかん、うん、はい、どうぞ。いいよ。まさに、今日はちょっと私の友達の怪獣を呼んでいます。せーの、タッキー。おめめとか、大きい口とか、この尻尾とか、この怪獣の怪獣だからダメだ。すごい大人気なんだけど。俺の秘密だから、これは秘密だから。あ、いいよ。どんな怪獣なんだろう。カリザ、かっこいいね。こうやっていいんだと、お腹の形です。あー、かわいい。何になった？こっちは虹をつけた。みんな1年だよ。1年だよ。なんだ、うわ、これは消した。そうなの？猫ちゃん、猫ちゃんっぽくていいの。確かに猫ちゃんかわいい。おー、できてきたね。なんかいいな。なんだろう、この旅行怪獣。食べ物、例えばなんかさ、いいね、怪獣だから破壊するから、魚ぶたせようかな。インタビューしてる。自分が欲しい。怪獣みたいな会場。
たって。書き終わった人は今提出してもらうけど、どうしてももっと書きたい人は後で書いてていいですからね。素晴らしい映画館の方は表彰されな、そして何かいいものがもらえるかガダメよ、叩くと痛いんだよ。